タカチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。大井隆治です。いきなりタカチャンネルと言いましたけど、急に何を言ってるんだこいつはと思ったかもしれませんが、とうとうチャンネル名が決まりました。できました。できました。タカチャンネルにしましたね。何にするか悩んでたんですよね。でタカチャンネルってこう検索するとめちゃくちゃいっぱい出て、あーこれちょっといろんな人と被っちゃうなと思ったんですけど、なんかあんまり頻繁に更新してる人がいなかったんで、もういいやと思って、はい、このひらがなでタカチャンネルというふうにしました。このチャンネルではですね、もうとにかく楽しいことやっていこうと、僕自身もなんか好きなことやっていきたいですし、皆さんも何かこう見てて楽しいような番組にしたいと思ってますので、ぜひですねコメントの方に、こういうのやってくれと、とか質問とか何でもいいんで、一緒に皆さんと一緒に作っていきたいと思いますので、ぜひですね今後ともよろしくお願いしますということで、1日1回これをやらないと気が済まないというテトリスの方にやっていきたいと思います。はい、ちょっとねデイリーミッションまだ何もやってないんで、ちょっとさっきまで練習してたんだけど、チラチラっと、ちょっと待ってね、今1回。ちなみに、はい、これただのデイリーミッション消化じゃあれなんですけど、うん、まあ、ちなみに今収録してるのは、はい、大井さんが実は初の霊勝位ですよね。あー取りましたね、団体チャンピオン霊勝位、団体チャンピオン霊勝位になった後になったんです。はい、なったんです。はい、はい、いやお見事でしたね。ありがとうございました。はい、結構ぶっちぎりで言ってたんですけど、ぶっちぎりのちぎりのちぎりよ、ちぎりのちぎりだからあんまりお祝いもなく、はい、なんか負けた人が、はい、負けたら国者があったんだよ、はいはい、負けた人が、はい、それに対して役満っていうのがあって、はい、そのすごいのがあって、はい、でそっちばっかりこう話になっちゃって、はい、なんか俺勝ったの僕なのになっていう、なんかねそんな思いはありましたよ。うん。さあ、通用しているかな。強い人がいるだけで恐怖だからな。これもでもこの、うん、一日一手とずっとやってて、一日一手と、はい、どうします、気づいたら、はい、雨宮高春みたいになって。そうなんですよ、結局まあそこまでなれるかわかんないですけど、結局目標みたいなの結構大事だよね。そうですね、そうモチベーションがねやっぱり。そう僕ねテトリスを始めた理由が、はい、その何にも理由がないのよ、要は。あ、そうお友達がいて、はい、お友達がテトリスをやってて、はいはいはい、すごい可愛い子だったから、え俺も始めよっかなって、はいはい、それだけなのよ。え、女性なんですか。女性です、はい、そうです。だからもうなんていうのかな、不純、うん、利益、なんていうの動機が、はい、だからさもうね本音は言うよ、はい、そんなに好きじゃないテトリス。いやもう笑わせないで、ほんとに笑わせないで、ほんと団体の代表がそんな、うん、団体、そうだからマージャンのトッププロですよ、はい、トッププロが、はい、こういうことを言っちゃうのよ。うん、大丈夫、新しいでしょ。もうなんか SNS 燃えたりしないですか。全然大丈夫、全然大丈夫、大丈夫なんですか。うん、むしろ健全だよ。まあまあね、うん、まあ言いたいことぐらい男性としては健全だよ、はい、しまあまあまあ、そうもしこんなんが言えない世界になったらそれこそボイズンだぜ。うん、確かに、そうだぜ、まあ、窮屈ではありますからね、うん、そんなやめようぜと今僕はこう身を挺してるわけだよ、はい、分かってもらえなくて思うんだよね。最近さその PTA みたいなのが増えて、はい、あっちょっちょあと最近 PTA みたいなのが増えてさ、はいはいはい、何気取りだか知らねえけど、はい、何気取ってんのあれ。うん、いやまあ要はうさばらしみたいなもんでしょ。なんか取り締まってんのあれ、うん、じゃないですか。もうやったらさ、はい、やったらうるせえのがさなんか文句言ってくるんだけど、あれなんなん。まあ、うん、要は
憂さ晴らしですよね。有名な人にこんなこと言える、うん、俺すごいだろアピールみたいな。さらさ嫌いなんだろうけどさ、はい、あのさ世の中の仕組みをさ分かってねえっていうかさ、はいはいはい、あんまり僕のと嫌い嫌い書いちゃうと、はい、僕にチャリンチャリンお金が入ってきちゃうのよ。あなるほど、ね、世の中ってだからもう少し勉強しないと、はいはい、本当にその人のが嫌いであれば、うんうん、その人に有効なものは何か、そうあの無視した方がいいのよ。確かにそうだから、すいません儲かっちゃってっていつも俺言ってんのよ、そのアンチに分からねえとその目的が遂行できねえっていうか、はいはいはい、うん、頑張れよってことマジで、まあ、多分ああいう人たちも、うん、まあ本当の目的は、うん、要はそういうこと言って自分がチヤホヤされたいだけだと思う、まあ、それならさ、まあ、もうそれならね、はい、こっちも言いたいことがあって、はい、面白いこと書いてほしいのよあのあんまり受けてねえっていうか、いやでもほら、うん、本当に面白いことって、うん、なかなか難しいじゃないですか。だからただ勉強してほしいんだよね。ああいう人をどうこうっていうことを書くと、うん、やっぱりみんな面白がって、うん、なんか面白いこと言うよりかは手軽に注目を集めるっていう感じなんですよ、ね、まあ中身はしょっぱいから結局その人にファンがつくわけではないですけど、まあ、大なり小なりはつきますけど、ね、うん、結局最終的に身にならないじゃないですか。もったいねえな。そう、その人の人生でね、もったいない。そのでもね、その悪口言うパワーは、はい、本当を言うと、はい、多くの人材を求めてる会社が、はい、意外とああいう悪口書く人って、はい、行動力あるんで、そうですね。あのね、センスさえあればもう少し、まあ確かに。うん、もう少しセンスさえあればね、いけるのよ。はいはい。それがさ、で面白い人は結構僕発表するんで、はい、あこのアンチ面白いっつって、うん。だから頑張って応援するんです。優しいでしょ。応援してんだよ。あの面白いネタにもなるから、はい、こっちもさネタ欲しいからさ。なるほど、うん、取り上げていくからさ YouTube でもさ煽、うん、っていきます。煽って帰ってくる全然、うん、多分ねこうやって言うとまた書くんだよ。で、はい、それがまた面白きゃいいなと思って今心配してんだよつまんねえこと書くと本当冷めていくからね。なんかこっちが滑ったみたいになりますよね。それ一番つれんね、うん、おめえがつまんねえんだよ。そうこれ何なんだろうね。私が滑ったみたくなってるのやめてもらえませんかみたいな言うんだけど、お前も滑ってんだよ、うん、マジで頑張って。応援はしてるから、感謝はしてんだよ。本当にお金になっちゃうからさだってそんなになります。なるなるなる。アンチがいる分、はい、結構ね、僕がいつもお世話になってる、はい、アベマの社長も、はい、アンチが来て「よっ大江さんアンチついてきましたね」っていうような言い方するもん。やっぱり麻雀プロにアンチっていないのよ、なかなか、はい、それこそ知らないから。あああ、うん、知らないってもうダメだから。知られてないが一番。まあ確かに、うん、そんなこと言ったら、うん、なんかバッチめっちゃもらいましたよ。バッチめっちゃもらったね今ね、はい。ただでもアンチ来ましたよ。アンチ来ましたよ。アンチちょっと面白い。ちょっとねちょっとアンチでお金持ってなきゃ、うん、ちょっと今アンチと対決してるからさ。へえそうきたか。いやどうしよう、若干ツモ悪かったっす。そうなんですよ。だからちょっとツモ悪いからこっちでこうして。嘘でしょ。いや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 、ツモがちょっと待って、これやばい、これツモがやべえな、やばい、ツモがやべえよ。ブルー1位取れてんだよ。1日1日ワントップ。なんで取れねえんだろうな。下手だからだよな原因が簡単でいいよな、テトリスってな。麻雀だとさ、はい、下手に気づかねえでさ、はい、ずっとやっちゃうじゃん。そうっすね、みんながありますね、うん、全然気づかねえからな、みんなの気づこうよまあ、ね、本当に下手に気づくというより、なんかあまり本当に強くなって麻雀やってる人はそんないないんじゃないですか。そうね、プロは当然ね、それは強くなるためってます。裏も大丈夫ねえかな大丈夫ですかその。まあ全然大丈夫そんなに流行ろうと思ってないんじゃない
面白いでしょこんなこと絶対言わないよ普通の人。確かに、うん、僕ね流行んなくていいと思ってるのよ、さっきも言ったけど、はい、見つかんないにアンチにアンチに見つかんないにやってこうぜ。いや絶対もう見つかってますよ。マジ、うん、ボーイ麻雀じゃなくてテトリスやってるみたいな言われます。出た PTA PTA のねこの発言ほんとそれが一番それ一番つまんないってことに気づいて。確かにその PTA 発言大井さんとかも練習員にもなってるし、うん、結果残してますけど何かみたいな、はい、いや そうなんですよ。だから結果も残っちゃってるし、そのアンチが、はい、アンチが僕に結果を残させてんじゃないか本末転倒というか目的達してないんじゃないかな。なるほど、もったいないよ。あのもう、うん、大井さんのアンチをもうそんな見ないんですけど、います？いるいるいる。やっぱりあのやっぱちょいちょいいる、ちょいちょい。あ、うん、そうなんですね。面白くねえから見ないんじゃないですかセンスがね、もう少しありゃいいと思ってんだよ。でも麻雀界で大井さんがパーフェクト超人すぎて、うん、そんなことないやん。みんな諦めてんじゃないかな。あれ書いてんのプロもあるからね。ああまあまあ、うん、それはね、なんとなく、ま、麻雀プロなんとなくわかります、ね、うん、頑張れよそうですよね、こうやって言うから他人悲願でる暇あったら。あー、まあでも悲願じゃ気持ち上がるよね。うん、うん、結局は要は自分が活躍してチヤホヤされたいんだろうな。誰であれ、そう、それ目的だと思うんですよ結局のところ。惜しいんだよな、そのパワーが。僕さ、例えば不良っているじゃん、不良、はいはいはい、世の中の不良ってさ、はい、1個間違えたらさ、はい、違う方向に熱量を持ってくと、はい、要するにそのボクシングのチャンピオンになったりすんだよ。はいはいはい、はい、だからそのほんとちょっとした頑張りで変わんのよ、はい、そこに気づいてほしいのよ。うん、そうですね、頑張れよ。ほんとそう、ほんとそれなのよ。俺やっちゃったなこれな、わがままやっちゃったな。危ね、危ない。本当惜しかったな。これで今隙ができたろ、あそこに。このタイミングでこのタイミングでそれが来ればいいと。あ、違う、おぶねー。見た今の危なさ、ギリギリでした、ね、ギリギリで生きてるよ。よし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 、なんだこれ。オッケー、開いた。ここが開けば危ない。ちょっと待って、ちょっと違うな違うか。この超速い、はい、今超速いでしょ、はい、この時にすっきりしてるじゃん今、はい、こうなったら強いのよ、はいはい、KO5。やっと、でもまだこれ KO バッジ2個でしょ、2個ってことは 50% でしょ。そうですね、これね、相手 100% の人がいると負けちゃう、はい、なるほど、うん、運がないと負けちゃう。僕には実力がないから。さあ 100% のやつが来ましたね。 100% いる？大井さん狙ってますよ。だから狙うんじゃねえ、 100% が 100% が僕を狙うんじゃない。バカ、ちょなんだよこれ。いやちょっと、あのもったいねえのよ。あれでカウンター食らわしたら、はい、でもあの 100% には多分勝てねえな。いやダメだ、2位とか4位ばっかりだな。なかなかきついっすね、うん、あ見てほら、あの転生してる、星ついてるでしょ、 あれ1回転生してんのよ、はい、勇者でその武力を持ったまま、はい、もうチートだよもう一度やり直して人生ってなわけで今日はこの辺にしたいと思います。はい、悔しい。いや本当1日1トップ1回1位になりたいんですけど、はい、ダメでしたちょっと、まあ、やってるうちになるから、やってるうちになる、やってるうちになるから
でも今日のはご挨拶だから、これは。なるほど。タカチャンネルというチャンネルができたご挨拶ですから、はい。で今後ともアンチの皆さんと一緒に生きていきたいと思います。ということで、チャンネル登録高評価お願いします。ありがとうございました。また見てねー。